皆さんこんにちは。メンタルトレーナー目標達成ナビゲーターの西田初美です。いつも動画を視聴いただきありがとうございます。今回は SBT メンタルトレーニングに基づいた成功へのメッセージを皆さんにお届けしていきます。今回のメッセージは未来の自分から今を見るです。皆さんは日々夢や目標に向かってワクワクチャレンジされているでしょうか。スポーツ選手なら誰しも目標を持つことの大切さはよく知っています。ですが目標があってもワクワクできない人がいます。そんな時どうすればよいでしょうか。ここで夢の実現を山に例えてみます。皆さん山の頂上に立った自分をイメージしてみてください。目標とは私たちが登ろうとしている山の頂上です。目標とは決して設定するだけでは十分ではありません。目標という頂上に立った自分を思い描くことが必要なのです。ワクワク感とはそれを達成した自分のイメージに対するワクワク感なのです。また頂上からはそこに至るまでのプロセスがよく見えます。岩や崖といった障害もよく見えて、それをクリアするにはどのコースを歩めばよいのか、今の自分は何をしなければいけないのかという課題もはっきりとわかるのです。目標というとどうしても仰ぎ見る目標になりがちですが、山の頂上で優勝旗という旗を手にした未来の自分から今を見下ろすことが必要なのです。このイメージを持てる人だけが本当のワクワク感を持つことができるのです。皆さんも自分だけの山の頂上を思い描いていきましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタンをポチッと押していただけると嬉しいです。また今後もこのチャンネルではメンタルトレーニングとはどのようなものなのか、多くの情報を皆さんにお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。